どうもこんにちは、小田です。今日はですね、食料危機は人災ですという話をしていきたいと思います。人災です。人が起こした災害です。天災ではありません。天災というのは天が起こした災害ですので、雨が降らなかったとか、戦争で肥料が届かなかったとか、地震が起きたとか、まあそういったいろんな複合的な、まあ現象の結果として現れるのが、まあ食料危機ということになるわけなんですけれども、まあそれもこれもですね、全部人が起こしてしまっているんじゃないかという話をしていきたいなと思います。そんなことはない。人にそんな悪いことはできませんというふうに思うかもしれません。ただね、確かに人にはそんなねことはできないわけですよ。だけどできる人が一人いたとしますよ。その人がものすごくパワーを持ってたとしますよ。それに従わないといけない人が私たちの国の首相をやっていたらどうでしょうかということですね。今世界的にはやばい状況になんとなくなってるっていう雰囲気わかると思うんですよね。ということで、その可能性は否定できないなと思った方はぜひ最後までご視聴いただければと思います。人がですね、これ人為的に作り出してるんですよ。いや、そんなことないはずですよね。だっておかしいでしょ。まあそこを考えるとあんまりちょっと理解できないなと思ったりはするんですけれども、まあ、実際にそういうシナリオが今のところ動いておりますよね。順番にこういうこと起きてます。感染症、戦争、そして食料危機みたいな感じでね、そういう流れになんとなくなってるっていうことは想像がつくと思うんですよね。でもこれが順番通りにこういう風に起きてったら、最後はですね、ほぼ奴隷状態になるという、奴隷状態になってしまうということが、ここ数年のね流れから考えたらありえるよなって思いませんか？だからちょっと怪しいなと思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、実際に自然ということにしましょう。自然に起こすのが得意な人たちなんでね、この流れで食料危機が起きるわけですよ。そして餓死者が大量に出ます。人災って言った理由なんですけどね、上の人がそれに対して真剣に向き合ってなければ、本気でこれをなんとか解決しようと思ってなければ、多くの人は死ぬんですよ。江戸時代の話なんですけど、天明の大飢饉って聞いたことあります？150万人とか、江戸時代かなり死んでるんですよね。その天明の大飢饉の時にですね、東北の人でむちゃくちゃ死者多かったんですね。その中で3分の1以上住民が亡くなってる藩って結構あるんですよ。死にまくっている中でですね、人口の3割ぐらいが亡くなってるところ結構ザラなんですよね。いろんな事象があってですね、備蓄がなかったりとかしてバタバタバタって東北では死にまくったわけなんですよ。ただ死んでないところがあるんですよ。これご存知ですか？これは聞いたことがある人もいらっしゃるかもしれないんだけれども、米沢藩の上杉鷹山、その方が治めていた米沢藩はですね、ほぼ餓死者なかったっていうんですよ。他の藩はなんで餓死者が出たと思います？金権政治が横行してたんです。田沼を継ぐという人ね、小学生の歴史の教科書とかなんとなく聞いたことありません？お金ジャブジャブで賄賂とかが横行してみたいな、そういうことだったんですよね。でこの金権支配、金権構造が江戸時代も蔓延してたんです。だからお金のことしか領主考えてなかったんですよ。だから民のためにはならないかもしれないけれども、お金のためにみたいな感じで結構政治を行っていたわけなんですね。まあだからそれで3割ぐらいはなくなってったんですよね。なんだけれども、上杉鷹山みたいにちゃんとね人のことを考えたリーダーだったりすると死ななかったんですよね。じゃあなぜそれが起きたかっていうと、ちゃんと備蓄をしてたりとかね、糧物って言うんですけど、人間の糧になるものをちゃんと自分たちで家庭で育てられるようにするとか、ちゃんとそのもしこういうことが起きた時に大丈夫なようにしときましょうねっていうことをやった藩があったわけです。米沢藩は死なかった。備えによって死んじゃった、死なないみたいな感じで分かれていくわけですね。上杉鷹山で有名な言葉、なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり、つまりこうならないのは人がやらなかったからだよっていう意味で、結構聞いたことありません？ちょっとお説教的な感じな言葉ですけれども、そんなことを言った上杉鷹山の藩は知らなかったんですね。だからちゃんと備蓄とかちゃんと準備をしてたところは OK だったっていうことなんですよ。今ほぼ人為的にこの食料危機というものがほぼ作られてます。これに関してはですね、こういうことを計画しているグループがありましてですね、まあ、ダボス会議なんかが特に有名ですけれども、そういうふうにしてシナリオ通りにですね、食料危機を起こしましょう。それなんで起こしますかと言ったらですね、そういう状況にしてしまって食料を私たちに依存させて、そして依存させた状態である意味で全員をですね人質に取るわけですね。食事という形で人質に取って、戦争とか地震とか天災とかバン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 なんか起きてってですね、最終的にはですね半分徴兵
みたいな状態にする、配給職みたいな状態にしていって全てを人々から奪うというね、なかなか美しいシナリオでございますけれども、そういうことがあり得るわけですね。え、そんなことあり得るんですかと思うかもしれないけど、これも80年周期で起きてる現象なんで、一回全部ご破産にするんですよ。お金のバブルみたいなもんなんです。恐慌っていうのは必ず周期的に発生します。お金のバブルの回収がつかないんですよね。本当にお金牛耳ってる人っていうのはそれをちゃんと理解してたまにガス抜きをするわけですよ。そのガス抜きのタイミングは今まさにこのタイミングに来てる。そのためだったら戦争もするしいろんなことが起きるんですよ。もうやばーってみんな思わない限り、はい、お金の価値ゼロですよって言えないじゃないですか。追い込まれても大丈夫なように準備をしましょうってことです。ちゃんと備蓄をしていけばですね、乗り切れますので。そして上杉鷹山の場合は糧物って言って、ちゃんと家庭菜園をしたりとか、こういうものを食べたらいいんですよとかね、ジビエとかでも食べなさいみたいな感じね、ちゃんと書き物として書いてあるんですね。政府はもうあなたのこと考えますからって何も考えてない政府に従ってですね、シナリオを書いてるような人たちの支配下にある国、どんどん悲劇に陥ってしまう可能性がありますので、その嘘に負けない、そんなに上に対してですね信じるということをせずに、まずは自分たちができること、自分たちがもしこういう状況になった時でもですね、大丈夫なように備蓄をしたりとか、生き方、働き方をですね考えていくっていうことが本当に私は重要になってくると思います。ということで、人為的な災害に巻き込まれないためにということで、今日はビデオを撮らせていただきました。自然にこんなこと起きてませんからね、ご視聴いただいてですね、面白かったなとかね、ちょっとでも役に立ったなとかね、あ、そうかもしれないのと一瞬でも思った場合はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。で、あとはですね、サバイバルセミナーというこういう大変な時期の生き延び方、そういう方向性についてお話をしたビデオ、無料でプレゼントしておりますので、コメント欄からぜひご視聴くださればと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回のビデオでお会いいたしましょう。それではまた。